イドリス・カルロス・カメニ、イドリス・カルロス・カメニ、イドリス・カルロ・カメニ、1984年2月18日隊は、カメルーン・トゥアラ出身のサッカー選手。スユペルリグのフェネルバッフ・チェイス系所属。ポジションはゴールキーパー。2000年シドニーオリンピック後に、フランスのルアーブル AC に移籍したが、トップチームでは、プレーできずに4年間リザーブチームでくすぶり続けた。 2002年にエースサンティティエンヌにレンタル移籍したが、生え抜きのジェレミー・ジャノがおり全く出場機会を与えられなかった。2003年、イングランドのウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC にレンタル移籍する直前まで行ったが、イギリスの労働許可証を取得できなかったため、移籍話は消滅した。2004年7月18日、20歳の時に移籍金60万ドルで、 スペインの RCD s パニョールに移籍し、2シーズン目の2005から06シーズンには、コパデルレイで優勝した。2006から07シーズンは、リーグ戦で不動のレギュラーに君臨し、主にカップ戦で起用されて、UEFA カップ準優勝に貢献したゴルカ、イライソスとポジションを分かち合った。リーグ戦、第37節の FC バルセロナとのバルセロナダービーでは、リオネルメッシに、 神の手ゴールを彷彿とさせるゴールを決められている。クラブでの活躍が認められ、2006から07シーズンにはアフリカ最優秀 GK 賞を受賞した。2007年にイライソースがアスレティックビルバオへ移籍した後は、不動の正 GK としての地位を築いた2008から09シーズンはクラブにとって厳しいシーズンとなり、12月まで 高格圏で過ごしたが、年明けに息を吹き返した。2009年になると、トレーニング後に侮辱したファンと乱闘寸前にな、出来事があり、5月16日には、チームメイトのグレゴリー・ベランジェと喧嘩する出来事があった。それでもリーグ戦37試合に出場し、同胞の先輩、トーマス・ヌコノが持っていたクラブ機、497分連続。 無失点をお破る550分連続無失点を達成した。エスパニョールではたびたび人種差別を受けていた。2011から12シーズンはクラブと契約をめぐって揉めたこともあって、クリスティアン・アルバレスにポジションを譲るようになり、2012年1月13日にエスパニョールとの契約を解除してフリーでマガシ F に加入した。2月25日、フルスエスパニョール戦で ウィリフレード・カバジェロが負傷退場したのに伴って途中出場し移籍後初出場を果たした。その後はカバジェロから定位置を奪取した。ルベン・マルティネスの対談により新シーズンから背番号25から1に変更。しかし一転してカバジェロの控えにアマンジリーグ戦3試合の出にとどまった。2014から15シーズンになるとカバジェロが マンチェスターシティ FC に移籍。ワールドカップでも活躍したメキシコ代表のギジェルも、オチョアが AC アジャクシオより加入するも、ポジション争いに勝利。以降は、不動の政治系としての地位を確立し、オチョアをグラナダ CF 移籍へと追い合った。2016年11月20日、リーグ戦、第12節の FC、バルセロナ戦で、クリーンシートを達成。 これでバルセロナ相手のクリーンシートは、エスパニョール時代と合わせて7度目となり、イケルカシージャスを超えて、バルセロナ相手に最も多く、クリーンシートを達成したゴールキーパーになった。なおこの試合では8セーブを記録している。2017年7月3日、フェネルバフチェース系への移籍で、原則合意。メディカルチェックを受け5日に移籍が正式に発表された。背番号は18。 15歳だった1999年にはナイジェリアで行われた FIFA ワールドユース選手権に出場し U-22 本代表などと同居したグループリーグで敗退したがカメニ自身は活躍してその名を世界に知らしめた2000年に16歳ながらシドニーオリンピックに出場して優勝し史上最年少で金メダルを獲得したサッカー選手となった 十七歳の時にカメルーンウェイ代表に初招集され、十八歳だった二千二年には二千二0に FIFA ワールドカップに出場する二十三人のメンバーに選ばれた。アフリカネーションズカップ二千二2には控え、ゴールキーパーとして出場し、決勝でセネガルを破って優勝した。十九歳だった二千三年には FIFA コンフェデレーションズカップ二千三にレギュラーとして出場し、ブラジルを完封するなどして、 グループリーグを1位通過した。決勝で開催国のフランスに敗れたが、カメには4試合でわずか1失点しか許さなかった。2004年2006年2008年のアフリカネーションズカップでもレギュラーとして出場。兄のもゴールキーパーとしてプレーするプロサッカー選手であり、2004年大会では兄弟揃ってメンバー入りしている。2010年のワールドカップ。 南アフリカ大会にも出場したが、ポール・ルクエン監督はオレギュラーに抜擢し、チームは日本、デンマーク、オランダと戦ったグループリーグで参戦全敗に終わり敗退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。